県仙台市青葉区に位置した町である。伊達市に従って、米沢から岩出山に、ついで仙台に移転しさらに移転して、現在地に落ち着いた6つの御府大町の一つで、24の町人町の中では5位につけたが、江戸時代から現在まで、豪商や大店舗を見ない庶民的な商工業地である。1970年の住居表示で、 一番町一丁目に属して地図から消えたが、町内会が柳町でまとまり、街路に歴史的町名の表示がなされ、存在感を残している。2008年現在の世帯数は610。伊達政宗柳町は、戦国大名伊達市の城下町だった米沢に、米沢六町の一つとして作られた。成立時期は不明である。伊達政宗が、 豊臣秀吉の命で岩出山城に転じると、これに従って岩出山に移った。政宗が徳川家康の許可を得て仙台城を築いて本拠を移したとき、これに従って仙台に移転した。仙台では初め現在の西公園通の両側に町を作ったが、後に移転した。元の場所は元柳町と呼ばれて武家屋敷地になった。 南北に走る欧州街道が城下町の中で東西に寄れる箇所が移転後の柳町である。東西に長い柳町の東の端から南に北目町が続き、西の端からは北に南町が続くというのが当時の街道の道筋である。この東西の道と両側に並ぶ屋敷地が共に柳町と呼ばれた。 かつての柳町通は柳町に通じる道という意味で柳町そのものではなく柳町の東端から東に続く道であったが現在では柳町まで含めた道路の名称になっている。反対側、南町との交差点から西に続くのは袋町と呼ばれどちらも武家屋敷が並んだ。柳町の真ん中に北から突き当たるのが 明治時代以後に、中心商店街となる東一番町である。江戸時代には、東一番町は、柳町で突き当たって終わっていた。江戸時代の初期には九月日市の特権と、茶の独占販売権を与えられたが、いずれも17世紀のうちに廃止された。柳町は、比較的小規模な商人と職人の町で、明治時代に入ってもこの性格は変わらなかった。 1919年の南町大火、1945年の仙台空襲で全焼したが、その都度庶民的な商工業地として復活を果たした。戦後復興では、五橋通という幅広い道路が、従来の道幅の柳町を真ん中で斜めに切る形で新たに作られた。1970年の住居表示施行で、柳町は、 一番町一丁目の一部になって消滅した。しかし、町内会は、旧来通り、柳町会として続いている。歴史的通りや、町名復活の運動があり、柳町の道標が設置されている。町の東端にある、大日如来堂は、柳町が町ぐるみで祀ってきた、仏堂で、毎年7月に祭礼がある。仙台市の主要街路柳町は、 戦国時代には、伊達市の本拠米沢にあった。年代不明の一資料には、柳町から、槍53、鉄砲1、馬上4機が出たことが記されており、町の住民が、戦闘員として動員されたことが伺える。伊達政宗が、豊臣秀吉に、米沢を召し上げられて、岩手山城に移転させられると、伊達市に従って、岩出山に移転した。 その前に正宗は、合図の黒川城に本拠を移しているが、その時について行ったかどうかは不明である。関ヶ原の戦いの後に、正宗が仙台に居城を移すと、また従って移った。こうして、伊達市と共に点々とした町は全部で六つあり、五不代町という。仙台の町人町には、町列という序列があり、柳町は、大町、魚町、 南町、縦町に次ぐ、第5位とされた。柳町は、はじめ城下の町人町の中で、仙台城に近い位置に置かれた。現在の西公園数のうち、広瀬2との交差点から青葉2との交差点までで、ある。その道と両側の屋敷地が柳町とされた。道の両側を合わせて、町とするやり方では、 辻にある屋敷が二つの道のどちらに属するかが問題になる。柳町の場合、関係するすべての辻の角は柳町に属した。若林市場が造営された、寛営4年か5年頃に柳町は南東の現在地に移転した。跡地は元柳町と呼ばれ、武家屋敷、職人屋敷が割り当てられた。若林市場の方面への城下拡張と合わせて、 街道筋から外れた元の場所が賑わいに欠けていたためではないかとされる。柳町は元柳町より短く、仙台の町人町の中でも短い部類に入るが、こうなった事情は不明である。商業特権江戸時代初期の柳町は、五府大町の特権として、6年に一度、9月五筆を建てた。6つの五府大町が、 順番に9月の間主要17品目の売買を独占するもので、期間中は、上下の商人も外から来た商人も、柳町で店を借りて商売しなければならなかった。この特権は、慶安4年10月に廃止され、代わりに、上下の商人から総額70貫480分の、非子線を徴収する権利が、6年交代で巡ってくる、ことになった。また別に、 城下での茶の取引を独占する権利もあった。これも九月日市と同じく、その商売をするなら、柳町に店を持つか借りるかしろ、というものであった。この特権は、田町の紙独占が廃止された、官営18年頃に廃止された。代償として、他の町で茶を商う者は月に、税に150分を柳町に納めることになった。 柳町には小泉村に2貫5 0 1一分の年貢半面の畑が与えられ、地元の農民に工作させて町の収入の足しにしていた。行政と自治江戸時代初期の柳町は仙台の南北に分かれた町奉行のうち南町奉行の支配を受けた。町奉行は月番制になったのでこの地域割は短期間で終わった。柳町には町役人として 世襲の県団と官入りが置かれ、5人組が組織された。県団は、都西市が世襲したが、文政7年には佐藤氏も見える。住民と、生業人口は、家営5年に506人とある。屋敷地、人口から繁栄度を測った推定では、町人町の中で、柳町は、中の上程度とされる。仙台の中で、柳町に偏る職業は、 茶商と大工であったが、町が特定の職業で占められるほどではなく、職業構成は多様であった。藩が出すご飯紙に関する、ご飯紙方ご用流という資料には、魚屋は9、大工7、小間物4、塩3、茶3、桶屋2、湯1、雑貸し1、畳差し1が、柳町のものとして見える。この資料では、茶章が四人しか見えず、そのうち三人が、 柳町で占められるのは柳町が茶の専売権を持ったためであろう。大工の7人は他の町と比べると一番多いが、55人のうちの7人で特に集中していたわけではない。魚屋はどの町でも多かった。他の五不大町と比べると柳町、荒町には負傷が少なかったようだが、天命4年に。 仙台藩が何度目かの藩札発行を始めたとき、柳町の三浦や総江門が両替所に指定された。他の例と同様に、この藩札は、激しいインフレーションを招くだけの失敗に終わった。町並み柳町には、時代によって変化があるが、約45軒の屋敷が割り出されていた。この一軒は道路に面した間口6軒を基準に、 設定された標準的な屋敷地で、中には、複数の建物と世帯があることが多かった。柳町の道筋は、延長すると、仙台城の本丸に突き当たる位置にあった。柳町の生誕は、町人町の中では、大町の生誕と並んで城を直視できる、限られた場所であった。開府当初の仙台の町屋は、ほとんどが草吹きか板吹きの屋根で、瓦吹きの家は、 時代が下るにつれ増加したと考えられている。しかしそれは火事で焼き払われては再建するというサイクルの中のことで柳町は法暦元年には瓦吹きが多かったのが文久2年には板吹きばかりとなり明治までそのままとなったようである。近世日本の他の町と同様に仙台も町の何割が焼き払われるという規模の大火にたびたびあった。 法永4年2月13日に北四番町から出た、大火では柳町が、ほぼ全焼した。他にも、状況から見て柳町が大被害を受けたことが、確実な大火は多い。江戸時代中期に、仙台に町引消しの制度が設けられると、柳町の引消しは、消火には出動せず、馬を引いて避難させるという役目を与えられた。柳町には、 大日堂という仏堂があって、町の守り神の役割を果たした。寺院としては、修験堂の教学院があって、大日堂の別当を務めた。明治時代の区割りの変遷明治初め、まだ、仙台藩が厳報されながら存続していた頃、剣団、官入りに変えて、町人代が置かれると、柳町では、今野長春が町人代に任命された。 廃藩地検後は、仙台の会の行政区分は、旧来の町をいくつか束ねたものになり、柳町を谷にしたまとまりは、公的には一度なくなった。1872年に施行された、大区小区制では、仙台は、宮城県の第一大区になった。その中で、馬蕉の辻を境に、そこより、南と東の旧長人町がこななく、 北と西の旧長人町が小7区となった。柳町は、馬蕉の辻の南に続く、陸空海道に沿う町だから、小6区である。1876年の改正では、仙台は、宮城郡、名取郡、黒川郡と共に、第二大区を構成し、柳町は、仙台を三分割した、南西部にあたる小7区に属した。1878年、 軍区町村編成法によって仙台区が設けられると仙台区は行政の補助のために市内を5つの組に分割した。柳町は中東部を占める3番組に属した。1886年に仙台市が56の組合を行政上の区域として置いたとき柳町は南町と共に南町組を構成した。 組は1889年に組合と解消した。こうした様々な変遷を経て第二次世界大戦の敗戦を迎えた時には柳町を単位とする柳町会としてまとまっていた。明治時代から昭和初期幕末から明治にかけて京学院に住んだ主元僧第二地母は将棋の神手として知られていた。が、 1892年に賭け将棋に負けて、大日堂の土地を他人の手に渡してしまった。1896年に、柳町の住民43人が共同で買い戻し、別に道盛りを建てた。明治の変革を経ても、柳町の相対的な地位に変化はなく、中小規模の商工業者の町としての性格を維持していた。 明治中期の大きな工場としては30人の助行を雇う山下企業場があった。近くの片平に最終的に東北大学片平キャンパスとしてまとまる小学校が設立され東の柳町通りに東北学院中東部ができるとこれに関連して古本や印刷、製本書、珍しいところで実験器具を作るガラス加工など学生、 教育関連の店が増えた。柳町の子供は、片平定小学校に通った。東一番町の突き当たりから南に突き抜ける、伊勢屋新邸は、第二高等中学校の開校に伴って1889年に、設けられた。一本西の柳町生誕から南に出る道が、古くからある、伊勢屋横町で、それにちなんだ名である。 1919年の南町大火で、柳町は125戸が理災し、第日如来堂も含めほとんどすべての建物が焼けてしまった。火災からの復興後、1945年の仙台空襲で再び全焼した。第二次世界大戦後、現在まで戦後、仙台市は幅が広い津橋通を従来の街路を斜めに横切る形で新設した。 この時、柳町と東一番町との交差点に立橋通りが斜めに、通って六サロになった。1954年に、野牛会の創立大会が、桜見温泉で開かれた。野牛会は後に、柳町会と改称した、町内会である。仙台市が、住居表示を施行しようとした時、野牛会は、伝統ある町名の消滅を嫌って反対した。 しかし、1969年に、周辺ブロックを含めた新しい範囲の住民に、アンケートを実施したところ、市役所が押す一番町の方が支持を集めた。かくて1970年2月1日に、柳町は新しく設けられた一番町一丁目の一部になった。東北大学の北門に近い柳町は、学生運動が盛んになると、デモがい、でも、 銀座などと呼ばれるようになった。1969年10月10日には、東二番町と南町通りの交差点に、トラック3台を倒して、バリケードを築いた学生が、機動隊に追われて柳町交差点退却してきた。学生は、乗用車3台を倒して、バリケードを築き、車に放火した。1971年6月15日夜には、 デモの終了後柳町に進出して、バリケードを築いた学生と機動隊が交戦した。17日夜にも衝突があり、陶石の流れ玉で窓や屋根瓦が破損し、店舗の従業員一人が負傷した。柳町会の活動は、大日堂のお祭りの運営と密接に関わる面を持っていた。大日堂の運営母体である、大日会は、檻に触れて、 柳町のために費用を負担した。1979年の柳町集会所建設。1983年のカラー歩道布設。1989年の町名入り街路等の建設は仙台市と柳町会の共同で成し遂げられた事業だが、費用の少なからぬ部分を第二会からの補助が占めた。1970年代からは、 高層マンションが増加し、2000年代には世帯の7割がマンション住まいと推定されるようになった。町の表通りは昭和の頃とあまり変わらない商店街である。県団カニ入町人代。ありがとうございます。